はい、こんにちは。レトスノーノです。5月28日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます。負ける人のパターンは3つ。情報不足、満身、思い込みである。これは以前にもお伝えをした林治先生の言葉です。そして今日は満身について、 お伝えいたしまっ宅んなんて3ヶ月あれば合格できる昨年は1点差で落ちたから今年は合格できるでしょう過去問や予想もしも40点以上取れるし大丈夫でしょうこのように考えている人の多くが今日くらい勉強しなくても大丈夫かと思って勉強の習慣を崩してしまいがちです勉強の習慣がなくなると一気に実力が落ちます一日一日が勝負です今日一日大切にしていきましょう そして、えー、弊社の短期講座短期集中実話カップ講座なんですけども、えー、値上げまであと3日です6月に入りますと値上げになってしまいますのでその点ご注意くださいで短期講座についてどのような講座なのかその特徴をこの動画の最後にお伝えいたします是非最後までご覧くださいそれでは本日の3問に入ります連帯保証人が債務について時効が完成すると主たる債務者の債務も消滅するマルか×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の署の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはしたる債務者の債務は消滅しませんので誤りですね連帯保証人の時効の完成は絶対功ではありませんつまり連帯保証人の時効が完成してもしたる債務者の債務は消滅しないんですねもちろん時効が完成した連帯保証人は債務を免れます まあこの点もね、重要なので、しっかり理解しておきましょう。で、問い2ですね。宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。丸か罰かという問題です。え答え、ツですね。まず、代表取締役も役員に該当します。そして、役員が懲役刑に処せられれば、役員、代表取締役は結核になりますね。 で、これ、執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても役員が結核になると。ということは、宅建業者も結核になって免許が取り消されるということですね。よって問題文で宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。ただですね、その後、執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか まあ簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、長期刑なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですねえ。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。で短期講座の受講者様は、専用メルマガでこの問題の考え方ですね、これお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。 で、問3です。都市計画の決定または変更の提案は当該提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地について所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない丸か×かという問題ですで答えはこれ×ですね都市計画の決定または変更の提案というのは提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の所有権者借地権者 以外であったとしても、都市再生機構だったりとか住宅供給公社だったりとかあと NPO 法人とか、まあ、そういったところも行うことができるんですねつまり今回の問題は所有権または借地権を有しているもの以外は計画の決定だったりとか変更の提案を行うことができないって書いてあるのでこれは誤りだということですねで都市再生機構とか住宅供給公社、まあ、これはですね、まあ、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です あくまでも所有権者、借地権者以外であったとしても、都市計画の決定だったりとか、変更とかの提案ができるんだってことが頭に入っていれば問題ございません。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。 もしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話しした5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております